で足押せ。俺が今いくつ票を貯めていると思う。あ、そうだ。オーバーキルだ。見てみたくはないかね。よろしくお願いします。さあ1個目は、お、メイヤー来た。来ましたよ。え、待って、今ジャイアントも入ってなかった？ちょっと待って。あ、ちょっと待って。足押せ。入ってる、ジャイアントも入ってる。ウィー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 ない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 ウィー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 今回でかいやつ誰だ、でかいやつ誰だ、デブになった人誰、初動でわかりそう、全くわかんないっすね。え、嘘ついてる。え、これ別に使用、別に使用した方がいい。いやー、わかんない、もしかしたら。いやでもインポスターに見られるまでは黙っといた方がいいんじゃないかなって俺は思ってる。インポスター放置しそうやから足遅いやつ。そうか。あ、でもあれか、その何、そのインポスターは足速いよっていうのを伝えるべきなんかな。僕すいません、宿舎前ではいたんですけど、異常にゆっくり歩いてる人一人いましたね。誰とは言わないですか。なるなるなる。でかくなかったっすね、僕から見たら。そうだったんだ。じゃあ、まあ、ただ本当にデブなだけなんだ。でまあ、一応そのバグを心配している方のために言うと、僕かは分かんないんですけど、ちゃんと下の方にモディなんとかジャイアントとは出てましたね。あ、うん、じゃあ影丸さんが今回ちょっと太りになってる方。いや、それ分かんないですけど、まだ分かんないですけど。あ、お太り様、なんか分かんないけど最近ちょっと脂肪ついてきたなとは。あ、なるほどね。お太りさん運動したらいいんじゃないですかね。でも僕じゃない部品、僕じゃない部品ね。なんか、まあ、近くないタイプのね。違う部品じゃない部品ね。うん、違う部品。太ってないタイプ。ジャイアントだけが役職かぶりがあるっていう認識で。あ、そうですそうです。そうですね。なるほど。では、市長の人はこのスキップの下にもう一個なんかアブセインっていうボタンがついてて、これをクリックすると票を貯められますので、まあこういうタイミングとかはアブセインを押して票を貯めた方がいいと思いますね。誰、使用しなくてもいいんですけどね。なるべく。はい、質問質問。うん、はい。おデブさんは10年になっても足が遅いんですか？あ、どうなんだろうね。確かに。何になっても、あ、幽霊か。あ、確かに。幽霊だ。死んでも。あ、釣ってみたらいいじゃん。釣ってみますか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。せめて殺してじゃん。せめて殺してじゃん。あ、でも、アルマさんがめっちゃ早かったとき、うん、亡くなってもめっちゃ早かった。そうそうそう。あ、そうなんだ。なるほど。幽霊にでも早かったから。うんうん、ピョンピョンってしてました。うん、まあ、一生懸命タスクだけしてほしいですよね。おい。2票入れたんだれか。メイヤーカギマルさんに2票つくんだよ。そんなやついます。そいつ俺ぶん殴りますよ。よろしくお願いします。いやー、初手デブメイヤーか。足押せー。もう完全にコロナ太り俺も。ねえ、やだ、俺殺されたくない、マジで、マジでやだ、行きたい。やだよ。おい、真似すんな、足遅いの真似すんな、マジでふざけんな。いやでもスナパイさんね、ここ、あ、中野アルマ、アルマ中野、アルマシロ、アルマシロ、俺のこと見た？あー、戻さないで、ちょっと、あ、まあ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 いいや。もう俺このガチャガチャタスクマジで今のうちにやっとかないと本当に終わんないと思う。あー、最近食べ過ぎたからな、ピザ L サイズ7枚も食べなきゃよかった。聞いて、ナイス、ナイス、聞いて聞いて、どうした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 、事件です、事件です、聞いて、号外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 、聞いてくれ、俺ゾニキさんに殺されて生き返った。もうメインホールで、メインホールで生き返ったんだ俺は。メインホールでキルされて生き返ったから、もうローラーしてくれこれは。あ、ゾニジローラー、ゾニジローラーね。ゾニジローラーね。ゾニジローラーね、これ。ゾニジローラー、そうだ。一応近くてね。はいはいはい。うん、メインで切られた。メインで生き返ったんだ、停電中に生き返ってエフェクト出て、それでうわーってなって、で、チクロ生き返った。第三者が見てたりしないですかそれ。スナッパイさんいたけど、多分いた、スナッパイさんがいたと思うんだけど、それインポスター視点だから見えてるだ
ていうかな。いや、僕はいなかったんですよ。あ、じゃあスナッパイなんかもう一人いたはずなんだぞ、ニキさんと。か停電だったよね、だいぶ。停電だから、かなり長い時間停電中。これは。ポスターの視界だから見えてるっていう主張、私は。タイミングすごかった。あ、私なんだ。いやー、まあ、いや大丈夫。ロラしてください。あの、インポスター視点だから見えてるんで。やばすぎ。ナイスタイムロード。ナイスタイムロード。ナイスタイムロード。これはいいタイムロードなんじゃないの？おい、なんでデブの俺しか初手宿者いねえんだよ。もっと俺より押しやすいやついるだろ。もっと僕よりボタン押せる人いる部品よ、これ。誰部品？今近くにいたの誰部品？やだ部品。来ないでほしいし。テキサスバーガー食べ過ぎた部品。はあ、はしごつらい。はしごつらい。せや。太ってるからはしごがつらくて。これローラーっすよね。あ、そうそうそう。これローラーっすよね。あ、ローラーで。さすがに全然関係ない話なんですけど、ちょっとこれ終わったらちょっと一回枠立て直します。申し訳ない。あら、あ、了解です。 OK です。はい、あとそうだ、補足情報としてタイムロードバイタル見れると強すぎるんですよ。あ、うん、はい、だからバイタル見れないです。あのタイムロードは、おー、見れない、見れないようになるの？おもろ、バイタル見れないです。面白い。あ、そっか、もうバイタルに、バイタルに張り付いて死んだ瞬間タイムロードすればいいから。そう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 。あー、そっか、それ強いな。確かにめちゃくちゃ強いじゃん。そのところになんかバイタルを見れるようにするかどうかのオプションがあって、今回そのバイタル見れないようにしてるんで。へー、確かにそれ強い。じゃあ我が輩はもう、はい、我が輩はもう何の役職もないから大丈夫ですね。あの、なんでもない。ゲストが死んじゃうのか、ここで。中野地さん、インポスターですか？違いますよ。インポスターは。なるほどね。中野地。それ当てます。なるほどね。お前今言ってるだろ。今は中野地がいたのよ、今は。普通にそれはよ。録音で言えよ。インポスターは。中野地。中野地。俺かい！さて、まあここからは通常タスクでいいんじゃないですか。僕今もう多分4つぐらい貯めてるんで、投票。もういくらでも投票できるんで、僕今最強ですよ。絶対クルー勝つからね。ちなみにこれマジでインポスター浮いた。え、まあでもあの、だから逆に言えばその異通ポジの可能性はあるんだけど、まあ困ったら全部違うとこ入れよ。いやでもインポスター、あー、あ、しかも匿名かこみさんも入った、同じタイミングで。怖すぎ、笑った。やばい、これあんまり怖いな、俺やだな。ただでさえめちゃくちゃ足遅いのに。まったく、サムライマック食べ過ぎた。チャゲパイくん。今一瞬なんかすごいスライド移動してなかった？でも俺あれなんだよな、今回メイヤーだからやっぱなんとしても生き残りたいところはあるんだよな。人がいっぱいそんなとこにいたいな。でもチャゲピね、めちゃくちゃ白いんだよね。あーあー、ズベンニャー、ババビージワワー、本当はあそこなんて言ってるんだろう。まったく、ドクロベダベ。あらら、ピンコさんまたやっちゃいましたね。ピッタンコカンカン、ピッタンコカンカンですか。重てー、足取り重てー。どうも、バーチャル YouTuber の足取りおもたです。おもて、お、ば、足取りおもてです。バイタル見たいよ、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 音頭、バイタル見たいよ、ダンス、バイタル見たいよ、ソング。え、長くね？怖くね？これめっちゃ殺されてそうじゃね？よく考えたらインポスター3人だよね。で、今1人落ちてんだよね。そうか、インポスター2人なんだったら結構もしかしてだけど、あ、待って、これ逆にありかも。え、待って、怖くね？普通になんかやばっ。うー、これみんなみんなみんな、しょもすけさんに殺された。しょもすけさんに殺された。え、マジまたタイムロード。え、マジで。で、タイムロード、タイムロードで、その後ね、ちょっとスナパイさんとあのね、コメサボ中にわざと横に並んで、僕その後、しょもすけさんがどっちが仲直るのか分かんないようにしました。おー。おー。え、どういうこと？
だから翔助さんに殺されてタイムロードが入った後に小見様が来たんですよ。で僕スナパイさんが近くにいたの知ってたんで、ダウンロードしてるのスナパイさんの横に行って、で翔助さんがどっちが仲直るのか分かんないようにかく乱してやりました、うん、右側にいたのそれか、初期に、じゃあ初期の右側に来た人って誰ですか、翔助さん。あ、僕です、チャゲプロです。あれ、チャゲプロさん、チャゲプロさんだったのか。なんあれもね、ヌーンをね奪われたんですよね僕。その殺されて、アーカイブで殺されて、でボタン押しに行こうと思って、そうでリフト乗ろうとしたら翔助さん先に乗られちゃって、で弁当の上で待機してたんですよ、昇降機の。はい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 。でスナパイさんがダウンロードしに来たんで、そこにかぶさりに行って、どっちが仲のあるまか分かんないようにしてましたそういうことだったのか。そうそう、そあ、分かってましたよ。え、どうだ、このあれもローラーじゃ、いや、まあ、ローラーうまい嘘ですわ、本当に。ですよね、まあ、ショボアルローラー、ショボアルローラーです。ね、タイムロードが鳴った後にアルマ君は誰も殺してないの僕が証明できます、ね、おお、まあ、だって殺したらだってバレるからね。うん、それはそうだ。初期右に2人いたのチャゲポヨさんも見てるはずで、はい、コメサボ中に2人なんか向き合っとんなっていうのを見てます何してんねやろみたいな。ちなみに中野内さんの死体どちらに。中野内さんの死体はコミュサボ、コミュの通信室ですね。コミュサボ直すところで死体になってて。待って待って、僕ゲーム落ちた、またゲーム落ちた。え、なんかゲーム落ちた。あ、そもそもゲーム落ちるんだよ。あら、俺まあじゃあゲーム落ちるのか。じゃあアルマさんゼリーでいいのか。じゃあアルマさんゼリー。あ、でもショボさんなんかゲあ、でもゲーム内になんか残ってる判定だから。うん、投票できない。あ、そう、投票できないか。あ、じゃあアルマ釣りましょう。え、あれ、え、続けますか。あ、続けてください、すいません、すいません、はい中野内さんは通信室で死んでおり、コミュサボ側から2人抜けてくる人を見てます。シェリフが殺したのかなだって彼インポスターですよね。あ、やばい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 待って、俺これ誰だかバレてるちょっと待ってくれ、俺これ誰だかバレるじゃん、匿名化のせいで誰だかバレるじゃん俺あー最悪だ、俺だけ誰か丸分かりじゃないか。待って、俺携帯タスクやりに行けないんだけど、ちょっと待って、最悪、携帯タスクなんかやりに行ったら絶対殺されるんだけど、もうてんやわんやあだこうだうんぬんかんぬんちんぷんかんぷんちちんぷいぷい、チョコにチョコになっちゃう。どうする、電気室やるか。あ、ナイス。あれこれ、あれスキップ入ってましたっけさっき。いや入ってなかった、入ってない。あー、あれじゃない、タイムロードバグだと思います。あー、あのタイムロードと被ると、生きてたんだけど。そうそう、あのね、生き返っちゃう場合がありますこれあ、なんか言ってましたね。そうそうそう、されないバグ。そう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 、なので改めてここで入れとくといいと思います。なんか翔助さん死んでるし、僕にこれで本当だ、普通にあと一郎、あと一郎か、あと一郎になりますね、普通に考えたら。そうですね、ローラーしてるから。あとあんま関係ないんですけど、あの匿名か、僕はだけ足遅いんでマジで意味なくて草ですマジでバレバレマジでバレバレ。小見サボ直しに行こうとして人いるからいいわと思って武器庫の方に抜けたらめっちゃ足遅かった誰誰誰と思ったら小見サボ行ったマジで恥ずかしいんだけど。なんかこれ中野内さんキール詰めます。しおねさんなんか中野内さんの証言持ってそうな気がするんですけど、ね、でも小見サボのだいぶ前ですね、一回ね、なんだっけ、タイムロードで巻き戻ったのがあったと思うんですけど、伊豆さんがコックピットにおられて、はい、でそこに私と中野内さんが行って、私があの真ん中の操縦桿のタスクをしてる時に中野内さんが横におられて、何してんだろう怖いなって思って避けて、私は出てエンジンメインエレクトリカルって行ってっていう感じでした全然聞いてなかった、もう一回言ってほしい。コミュサボ申し訳ない、コミュサボ入る前ですか、それは。ごめんなさい、そうそう、コミュサボ入る前なんですよいやだからだいぶ前なんですよね。でそれで1回目のコミュサボの時ですよね、多分ね。
あ、そう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 、はいはいはい、1回目と2回目の間です。で、私は中野地さんを置いてエンジンメインエレクトリカルって言って、また米サボ来たと思って下回りで、セキュリティキッチンかなって言ったような気がする。自分シェリフなんですけど、コックピットに入ってきたやつは切ります。やば、俺の前に入るなよ。かっこよすぎる。あれ自動票したのにスキップ入って、あ、ごめんなさい、スキップ入っちゃった。はい、優しさやね。はい、もう僕してやもうね、はい、アルマさん隠しろなんで。さて、まあでも俺電気行くしかない。おっせえ足、毎回足の遅さにヘキヘキとする毎日。これが怠惰の化身ですよ皆さん。太ってることが悪いことではないが、普通に体への負担は大きいからな。僕もね、まあ、コロナでちょっと体重増えたんで測ってないんですけど体重測ってないんですけど、実はうちに体重計ないんで。やっぱりね、あの本当にね、直したい。絶対体重増えてるもん。2どこ ?2 絶対奥じゃん。じゃあもうあった。で、3右下までも、あ、ナイスタイムロード。あ、これありがてえ。待って、俺の味方じゃね、タイムロード。マジでやりやすかった、ありがとう。タイムロードの人ありがとう。俺の足の遅さ考慮してくれたんかな、助かりみ。4で5、確かここじゃなかったっけ。あ、5だ。で、6がこれで、7が右か。オッケー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 。ただあの奥のやつもやんなきゃいけないんで、ちょっとやりましょうね。足遅すぎ、わろた、やばい、俺だけバレる。あーでも、あー、これありがたい、逆にこれはありがたい普通に。てか俺、誰か来たら逃げられないんだよなマジで。インポスター来たら終わりなんよね。え、待って、これさ普通にさあー、治ったのナイスすぎる。待って、これバイタル見たいな。これはバイタル見よう。くっそー、よいしょ。あ、ペイの兄貴が死んでる。ペイの兄貴が、ペイの兄貴。はい、スナバイさん。はあ、一応まあタスクが終わったので押しました。ナイスナイスナイス。電気室にいたのって誰ですか。影丸です。うん、で一番最後に米サバ開けて、ごめんなさい足が遅いもんで開けてから 5,6 秒経ってから、バイタル見たらもう死んでたので、まあ、すごい直近とかではない。米サバ前っぽいですね。あれ、あ、砂場さんの脇の目撃とかってあります？ないかな、見てないですね僕は。見てないとしたら、うん、武器庫だのにいましたね、そういえば。で、一回電気室3とかになってた序盤。あれ、そうだ。電気室はしゆねさん、伊豆さん、チャゲですね。そうですね。あ、俺がたどり着くまでに2歳になくなった。あ、でも影丸さんもいたかな。俺最後アドミン見てたのにな。でもね、宿舎前とかに1あったような気するんですけど。あれ、伊豆さんが落ちた。伊豆さん、あれ、通話すら反応がない。俺の画面じゃ落ちてないんだけど。いや、落ちた。うん、あのね、プーって落ちる音はした。そうそうそう。待って、でもあれだわ、伊豆さん、ディスコードも反応ないから、あのパソコンごと落ちた可能性あるな。そうですね、終わりそう。なんならこれ、いや、どうなんだろう、どうする。え、結局はっちゃんのアドミン情報的にどこら辺にしてありそうですか。いや、それがコミサボなった瞬間殺気を感じて、うん、アドミンから離れてほうほうほう、最後チラッと見て武器庫、宿舎前、電気室、ミーティングとか、そういうそこら辺バラバラってなってたような気するんですよね。そうなんだ。ああ。だから宿舎前が誰も手挙げないのであれば、もし、いや、宿舎前だったらちょっと覚えてないけど。宿舎前、伊豆さんじゃないですかね。いや、どうだろうな。私が伊豆さんで、チャゲポヨさんじゃないですか。僕が行きましたよね。あ、行きました、行きました。でもボタン鳴る直前ぐらいですね、宿舎前にいるの。最後に見たっていうから、それなのかなって思ったんですけど、違うんですかね。あ、最後だったら、最後だったらそうですね、ボタン鳴る直前だったら僕だと思います、宿舎は。なるほど、なんで伊豆さんに入ってんの。あ、なるほど、入れたの僕。オッケーオッケー、パソコン落ちちゃったみたい。あららららこれ今生きてんの誰なんだろうな。なんかタイムロードが結構ギリギリまで今生きてんだよね、それがでかくて。
それだからスナペーさんがタイムロードかどうかっていうのがねちょっと思い出せない。てか俺がいる時点でタスク勝ち無理なのではっていう感じはしてるんだけど、どう？あでもそうか、はっちゃんがいるから俺これ近づけないのか。逆にさ、こんな足遅いから、ありゃ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 ん。逆にあ、ナイス。俺のことはもう白く見てほしいけど。な、どうした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 ？なに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 、なに、なに、なに、僕、確証ですよね、僕。すごいこと起きた。ですね、何あの、使用すると僕タイムロードなんですよ。あ、ナイスナイスナイス。あの、はっちゃんが目の前で死体になって。え？あのシェリフで、シェリフ、本当にシェリフでした、はっちゃん。でなるほど。もうポンって目の前にポンって肉体な、し、あーなるほどね。疑って大変申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。じゃあすいません、使用します。僕メイヤーなのでシュネさん確定で黒です。じゃあどうします？待って待って、はっちゃん誰切ったんですか？僕あのチャゲポヨさん切ったら自分が蒸発して、なんで僕、いやおもろすぎるだろそれ。タイムロードは？タイムロードは誰？あ、チャゲポヨです。え、切った後自分でタイムロードできるの？あ、だからシェリフなんですよ、はっちゃんが。あ、はっちゃんがシェリフで僕を切ろうとして、ね、クルーなんで、はいはいはい、あ、わかったわかった、はっちゃんが弾け飛んだのでっていうことですね。先生、そうそうそう、目の前でポンって下になったんで。先生潮時ですよ、もう。ここで、ここで俺のメイヤー。先生じゃない、私は。あ、すいません。これ、もう、はっちゃんに、しゅうねさん、はっちゃんさんにしゅうねさんを切ってもらって。ああ、いや、でもなんか、メイヤーの今まで見たことない票の数は見てみたくないですか？俺が今、いくつ票を貯めていると思う。そうだ、オーバーキルだ。見てみたくはないかね。ほら、みんなスキップするんで、かけまるさん、ほんまにメイヤーさん、メイヤーなんやったら、しゅうねさんに全部。あ、だから、これで、違ったら、俺のことを釣ってもらって構いません、全然。そうですね。じゃあ、入れますね。1、2、3、4、めちゃくちゃ溜め込んでる。このデブ、5入れました今。このデブめちゃくちゃ溜め込んでるぞ。溜め込みがやばい。つか主役職全員生き残ってんのやばくない？確かに。メイヤーと、いやこれはお腹いっぱいだったデブ。これは致し方ない。あ、そっか、俺投票回数でお腹膨れてたのか。なんだ。さよなら、しゅうねさん。くわえ、くわえあるな。ええ、ああ、違う。ああ、やめて、その心臓に悪いラグ。俺、びっくりした、今の。インポスターボコボコやないか。おろ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 。シェリフの役職全員見せ場作ってるやん。みんないるやん。足が軽い。いい試合仕上がって。めちゃくちゃいい試合しちゃった。タイムロード切りたかったけど誰だか分かんなかったな。いや、タイムロード残ったの奇跡だな、マジで奇跡だ、うん、俺戻った瞬間何起きたか分かんなかったもん。僕もなんだなんだこれと思って。心配いらね俺ら二人、ほら呼びべ君の元に、後悔残さない俺ら二人、ほら呼びべ君の元に、もうきっと変わらね俺ら二人。